にちは、週刊堂絵画骨董を描いているプロの田中です。伊藤若冲のこの図録は2000年のものですね。2000年に京都国立博物館で、やったものですね。これかなり大規模な展覧会で、没後200年ということで、まあ、ここから若冲の快進撃が始まってもいいと思いますね。伊藤若冲っていうのは基礎の系譜っていう本に出てくるんですけど、まあ要するに、明治大正昭和となんかいまいちこう評価が中途半端だったっていうことで、まあここで光を当てたのが、まあ、基礎の系譜っていう本だっていうことになってるんですけども、確かにですね、伊藤若冲っていうのはそんなにすごいというふうに言われてなかったかもしれないですけど、でも歴史的な経緯を見ていると決して評価が必ずしも低いという方が、やっぱり伊藤若冲の実力というのはやっぱりちゃんと、受け継がれて語られてきた存在ではあるんですけども、やっぱりその平成の世になって改めてさらに見直されたと言っていいんじゃないでしょうかね。でこの展覧会でだいぶみんなの意識に上ってきて、で、東京の上野の、現代なんだっけ、東京都立美術館でやった時に、まあ、爆発したという感じだと思いますね。で伊藤若冲の魅力はまあ本当にいろいろあるんですけれども、まあやっぱりこのなんていうかな、独自のこの怪奇っぷりというかですね、まあ、躊躇せず自分の世界を繰り広げてるっていう意味で言ったら、若冲はもう圧倒的な出力なんですよね。でやっぱこう国際式の作品でもやっぱりこの独特の切れ味というのがすごいですし、まあそれから僕が好きなのはやっぱりこの、この高い色ついてる絵というよりはこの後ろの方に出てくるこの水墨なんですよね。で水墨なんかも動物、植物、それから虫、こういったものをですね、なんていうんですかね、この人独特の懸念目で描きるんですね。だからこう非常に墨とか筆の使い方もめちゃくちゃうまい。で、なんていうかな、筆の癖みたいなものを絵にそのまましているというかですね、まあ一種の、まあなんていうか、漫画というとちょっと言葉が違うんだけど、漫画的なそのまとめるセンスというかね、だから日本に天才が2人いるとしたら、北斎と若冲だと思います。その造形というものでものを捉えていく目というデザイン、すいません、お邪魔します、突然で、はい、ということで、はい、ありがとうございます、はい、はい。